アウトドア好きの皆さん、こんにちは。屋根屋のちーぼーです。前回ね、ビーパルの付録、この焚き火台のレビューやりましたよね。ただ今ね、結構在庫薄というか品薄状態が続いてるみたいで、なんか買えなかったっていう声をね、ちらほら聞きます。各有僕もね、まあその出た時とちょっと数日置いてからね、僕も買いに行ったんですけど、まあね、ツタヤに行ったんですよ。そうしたらね、なんか最初なかったんですよね。あ、ないと思って、やっぱりこれみんな買いまくってんだろうなと思って、で、まあダメ元で店員さんに聞いたらね、あ、在庫出し忘れてましたみたいな感じで言ってたので、意外とね、もしかしたらお近くの書店でも、バックヤードにね、置いてあることもあると思うので、一回店員さんにね、聞いてみることをお勧めします。はい、ということで今日はね、今はまあ梅雨なんですけど、まあ、これからこう夏キャンプの時期じゃないですか。まあ僕らからしたら、まあブッシュクラフトとかやってる人ね、ソロキャンプとかやってる人にとっては、まあ冬キャンの方がっていう感じで本番はそっちだと思うんですけど、まあ夏キャンプは夏キャンプでね、楽しいこともいっぱいあって、まあまず第一、お酒がうまい。っていうことですよね。まあ冬のこう寒い中でね、ビールとかね、僕もハイボール氷抜きみたいな感じで動画内で飲んでた時もありますけど、なんかね、やっぱそういうの、まあ冷たいお酒類はね、やっぱ夏キャンプで飲んだ方が美味しいわけですよ。で、まあちょっとね、グルキャンが多くなるイメージもあるのかな。まあ普通にキャンプやってる人じゃない人もね、ちょっと連れてってよみたいなこともあるだろうし、まあみんなでね、焚き火を囲んで、まあたまにはこうお酒を飲むっていう回も、まあソロキャンプやってる人でもね、たまにこうやると面白いかなと思ってます。今回はそんなビール、これが超おすすめ、おすすめメニューっていうのを僕の中でね、3選選びましたんで、今までね、散々作ってきたいろんな八重道あるんですけど、その中でも特にビール泥棒なものを3つ集めました。今回紹介する3つっていうのは、どれもね、キャンプ料理とかで作ってあげたりとか振る舞ってあげたりすると喜ばれること間違いなしのレシピなので、ぜひね、実践していただいて、ちょっとね、キャンプ仲間と差をつけていただけるといいかなと思います。ではやっていきましょう。はい、最初ね、じゃあどんなジャンルのものを紹介するのかっていうのをね、ざっくり見ていこうと思います。まず1個目が、超簡単ビールが進む爽やか前菜おつまみ。次はまさにビール泥棒、山の幸を使ったサクサクおつまみ。最後にパリパリはこう作る最強のメインディッシュ。ということで、この3つ紹介していきたいと思います。で、まず最初は超簡単な前菜おつまみ、これを紹介していこうと思います。これがアボカドディップ。これ混ぜるだけなんでね、すぐできるんですよ。超簡単だし、爽やかにね、まず最初に出すと喜ばれるおつまみになってます。作り方は、アボカドをまずくり抜いて、みじん切りにした玉ねぎと、あと塩ですね。これ岩塩の方がいいんですけど、普通の塩でも全然 OK です。これを2つまみぐらい。あとはライム、もしくはレモン汁。これを入れて混ぜるだけなんですよね。で、これはお好みでマヨネーズとかを加えると若干濃厚な感じがするので、そこはね、調節しながらやってみてください。で、まあポテトチップスでもいいんですけど、トルティーヤチップスとかそういったものにこうつけながら食べると本当にね、無限にいけちゃうので、ビールもね、どんどん進んじゃうので、まず最初のパーティーのね、始まりはこれを出しておけばまず間違いないと思います。では次なんですけど、まさにビール泥棒、山の幸を使ったサクサクおつまみ、これをやっていきたいと思います。ちょっと前の動画でアウトドア欲をそそるおすすめ漫画3選ってありましたよね。この中の白明とみこち、この作中に出てくるのが山芋のフリットなんですよね。これがね、まさにビール泥棒なんですけど、衣のね、サクサク感と、あと山芋のね、ちょっとシャキッとした生の感じが残ってる、まさにビール泥棒なんですよね。じゃあレシピなんですけど、まず山芋をね、ちょっと厚めの短冊切りにしておきます。で、衣を絡ませるわけなんですけど、衣っていうのが、だいたいコーンスターチ2に対して小麦粉8の割合で、まあ混ぜ合わせるっていう感じですね。これは全然目分量でもいいですし、コーンスターチなくてもね、小麦粉だけでも全然大丈夫です。で、そこにビールと、あと卵ですね。これを加えるわけなんですよ。で、混ぜるという感じですね。で、まあこのビールのね、分量とかっていうのも全然目分量ではいいんですけど、まああんまりこうシャバシャバになりすぎず、トロトロになりすぎずっていう中間地点をね、探っていただければ全然 OK です。で、ここで配合した衣に山芋をくぐらせて、
油で揚げるっていうことですね。で、油の温度なんですけど、ちょっと高めに設定することをお勧めします。なぜかっていうと、衣だけに火を通して衣のサクサク感を出しつつ、中はあんまり火を通さないで、その山芋のねシャクシャク感っていうのを残した上で食べるのが一番美味しい食べ方だと僕は思ってるので、まあ、ちょっとね長めに揚げて、まあ、ホクホク感を楽しむっていう、まあ、フライドポテト的にねやっても全然いいとは思うんですけど、まあ、高温にして、まあ、すぐにね揚げるっていうのが一番いいかなと思います。油のね温度の測り方なんですけど、まあ、普通に指入れれば分かりますっていうのは絶対やめてくださいね、冗談です。はい、なので衣をポトッと落として、通常だと油がこうあって少し中間地点まで沈んだ上で上がってくるっていうのが大体180度で適温っていう風に言われてます。ただちょっともうちょっと高温にしたいので、衣をポトッと落とした時にそこまで沈まずに、まあもう表面でじわっとなるぐらい、その状態で揚げるといいと思います。まあ時間にしたらもう大体3、40秒でね上がっちゃうはずなんですけど、まあ1分未満ぐらいだったら大丈夫だと思います。なので、まあ、一気にやらずに、まあ、一個ずつね、揚げながら確認しながらやっていただく方が安全ですね。これ、揚げ終わったらね、適量塩を振って食べていただけるといいかなと思います。実際ね、これ、衣にビールを使ってサクサクに仕上げて、そのサクサク感を楽しみながら、またビールをね、進ませるっていうね、まさにビール泥棒なね、おつまみになってますんで、ぜひ作ってみてください。じゃあ最後に、パリパリはこう作る最強のメインディッシュ、これを紹介して終わりたいと思います。これ料理自体はシンプルなんですけど、このチキンソテーの鶏もも肉の皮の部分っていうのを焼くのって結構難しいと思いません？このパリパリ感をね出すのに、ね、結構ね僕も苦労したんですけど、まあやり方、いいやり方を発見しましたので、それをね紹介して、パリッパリなねチキンソテーっていうのをね作ってみてください。まずね、鶏もも肉の下処理から始めます。鶏もも肉っていうのは結構ね厚みが均等じゃないことが多いので、厚い部分に関してはナイフで切れ込みを入れて、まあ、平らにねならしていく作業っていうのをまず第一としてやってください。まあ、鶏のね軟骨が残ってたりとか筋が残っていたら、それも一緒に取ってあげるといいと思うんですけど、あと皮の処理ですね。皮の処理は、まあ、裏返して、まあ、とにかくたくさん穴を開けてください。あんまり切れ込みを入れちゃうとね、なんか散らばっちゃうので、まあ、できるだけちっちゃい穴をいっぱい開けて、まあ、皮が熱でね縮まないようにすることがポイントです。で、肉側に塩を振るんですけど、これも一つおすすめのポイントがあって、塩の分量っていうのが鶏肉の重量に対して 0.8%、 これを塩を振ると人間は科学的にね、その塩味っていうのが一番美味しく感じる塩味らしいので、 0.8%、 これはね、まあ実際現地でやるの難しいかもしれないので、まあ買った鶏肉のね 0.8% っていうのを、まあ自宅のね計量器とかで測って持っていくと便利だと思います。で、塩を振ったら大体10分から15分ぐらいね置いといてあげると、まあフライパンにねすぐにこう塩が溶け出しちゃうみたいなこともなくなるので、味がよく馴染んで美味しくなります。で、皮をパリパリに仕上げる最大のコツなんですけど、まずね、普通はフライパンを火にかけて油をね注いでからジューッとこう焼き始めますよね。これが間違いだったんです。で、まず火にかける前にねフライパンの方に油を入れます。で、油を入れた状態で、これをまだ火にかける前の状態で鶏肉のね皮を下面にして油によくなじませるんですよね。火にかける前のフライパンの上でです。で、皮を広げながらよくよく皮に油をなじませた状態で火にかける、これが本当に最大のポイントなんですよね。で、火にかけながら少しだけねこう裏を確認してやってください。で、火にねかかってないようなところっていうのはやっぱ出てくるんですよ、デコボコがあるんでね。なので、そこは上から少し押し当てながらちゃんとね油が行き渡って、まあ、皮の面がね焼き上がるように調節してください。で、焼くのはほとんどもう皮の面だけで大丈夫なんですよね。なぜかというと、肉の部分に関してはフランス料理の手法でアロゼっていう方法があります。これは熱した油っていうのをスプーンとかですくいながらね肉の表面にこうかけながら火を通していくっていう方法なんです。そうするとねしっとり仕上がるので肉の面をよく焼くっていう必要がなくなるんですよね。で、皮の面っていうのがこんがりねきつね色に焼き上がったら、まあ、最後少しだけ肉の面っていうのを焼いて終了になります。このねチキンソテーはね本当にやみつきになりますから、ビールもめちゃくちゃ進みますし、このパリッパリ感本当に北京ダックの皮の上にねパリパリしてるので本当にこれは美味しいのでやってみてください。これ切り分けるときは皮の面を下にしてナイフをね一回刃先をグッと入れて、そこから一気に下に振り下ろすことで、まあ、この皮がね一個一個綺麗に分かれていくので
ので、まあ、配膳というかね、一人で食べるときは全然いいと思うんですけど、みんなに分けてあげるときはそういう切り方をしてみてください。はい、ということでね、ビールがめちゃくちゃ進むおつまみ3つ紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。まあ今ね、雨キャンプの時期なので、あんまりこうね、頻度高くキャンプに行けない時期だとは思うんですけど、なので家でぜひね、こそれんしてみてください。これ家で作ってもめちゃくちゃ美味しいので。まあということでね、雨の時期なので、次回の動画は雨キャンプのコツっていうのを設営から撤収、あとは焚き火のやり方までね、完全解説した動画っていうのを出してみたいと思います。なのでぜひお楽しみに。ということで、まあチャンネル登録ね、して追っていただけると嬉しいです。あと Twitter、Instagram もやってますので、ぜひこちらの方も合わせてチェックしてみてください。ということでね、今回見る時間帯によってはめちゃくちゃ害悪になりそうな動画だったんですけど、おすすめ料理3選ということでやらせていただきました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。今ね、ちょうど昼飯時だったんですけど、お腹が空いてたまらないです。なのでちょっとね、編集は後回しにして、ご飯をがっつり食べてからね、作業やっていきたいかなと思ってます。